作っておいたパーツを組み合わせて正月の壁面を飾りましょう。12月の壁面飾りを外したら、背景はそのまま使います。金色の折り紙を格子状に貼っていきましょう。お正月らしくなります。真ん中に牛の文字がきますので、その場所を丸く切った新聞紙で覆って、位置決めをします。この周りに後で梅の花がきます。バランスを見ながら周りに金色の折り紙を貼っていきます。角の部分に赤い折り紙でアクセントをつけました。新聞紙の周りに立体的な梅の花をプッシュピンで貼っていきます。こうすると綺麗な円に貼ることができます。新聞紙を外して文字と梅の花のバランスを取ります。空いているところに紅白の扇を飾ってみました。どうしてもうまくいきません。こんな時は外してしまいましょう。折り紙の格子の間に小さい梅の花を飾ってみました。これならいけそうです。空いている部分に銀色の折り紙を足しました。これで十分完成でもいいですね。紅白のテープも飾ってみましょう。ちょっと違います。思い切って梅の花を全部外します。もう一度新聞紙の丸を貼って、その周りに紅白テープを梅の花で留めていきます。紙テープをねじりながらバランスを考えて留め付けていきます。ここに扇を持ってきたらどうかな。ここにくるくるっと飾りを、ちょっと違うな。あ、こんな感じで空いているところに紅白の扇を飾ります。梅の花を塊状に貼っていくとボリューム感が出ます。白い扇が目立たないので紅白の鶴を飾ってみました。牛の文字の金色の部分は大きな1枚の紙ではなく、1枚の折り紙を4つに切って三角に貼っているだけです。梅の花は立体的に作り、つぼみのものや少し開いたもの、大きく開いたものを貼っています。小さい梅は文字の台紙の残りを使って作りました。紅白の折り鶴と扇は去年作ったものを再利用しています。去年の飾りを生かしつつ、毎年少しずつ違うものを足してレイアウトを変えて楽しんでいます。